ヘリンボーンバリオセギバリとは、フローリングの装飾的効果として、木材を幾何学的に敷き詰めるモザイクのこと。一般的に、正方形、三角形、ひし形など角形のパターンが用いられるが、曲線を含む場合もある。最も人気のあるパターンはヘリンボーン。フランス語のパークの由来は古フランス語で、小さな閉鎖空間。王の衛兵の眉床剤に、 大理石が沈重された時代、綺麗に保つためしばしば水拭きをすることから、寝太が腐る原因となった。そこで1684年、大きな四角形のパネルを貫いた寄せ席針を木モザイク、パークでメヌイセリエと呼んで導入する。部材の形から菱形針パーキッズ EN ロザンジュと呼んで、ベルサイユ宮殿と大トリアノン宮殿の例を1693年に、 記録したのは、スウェーデンの建築家、ダニエル・クロンストロムである。現在、ベルサイユ宮殿に由来することから、ベルサイユ寄せにベルサイユバリあるいは商品名、ベルサイユパネル、パーケットベルサイユパークでベルサイユと、通称される。G 年輪を生かした例。多く、クルミ材、桜材、シナノキ、松、メープル材などを単一、または組み合わせて用いる。 高価なマホガニー、南洋材を使う例もある。厳密には、木材ではないが竹も近年は、人気がある。ベルサイユ宮殿の施向では部材を木くぎと細穴で、繋いだ。かつては床面への設置に熱したアスファルトが用いたが、現在では合成接着剤を使用する。寄せ木張りの床は管理さえ正しければ対応年数は、長い。もし部材が浮いて剥がれたら、 熱して溶解したアスファルトあるいは常温のアスファルト溶剤、またはより木専用の接着剤で貼り直す。フランスに伝わるデザインを挙げる。十字架を示す柄一目編の組み方を図示する十字架を示す柄にサンズベールドリュッス修道院パネルは裏から取り分け、一枚を4分の1、または8分の1ずつ組んで寄せ合わせる。完成した見た目は均一ではない。 また、部材の切り方や方向、または幅に応じて、様々なデザインのパターンが生まれる。貴重な材と曲線を採用した絵画的な寄せ木張り、ISO 標準5323台2版ボリューム、1に木製床材及び寄せ木用語の規格がある。玄関ホールを装飾する、凝った寄せ張り。寄席張りの床機タイルに比べて、足元が暖かくなるので、 寝室や廊下に使われることが多い。またバスケットボールのコートにも使われている。ただし足音や掃除機をかける音、テレビの音声などの吸音効果はほとんど望めず、例えば集合住宅などで騒音問題の原因となりかねない。NBA ボストンセルティックスのホームコートは床が寄席張りアメリカで日常、寄席張りを目にする機械の一つは男子プロバスケットボール協会所属の ボストンセルティックスがホームコートで行う試合である。このチームが1946年に設立された旧ボストンアリーナ体育館に貼った寄せ木の床は溶剤の長編同士を寄せた静止角形の単位パネルを90度ずつ回転させて市松模様に貼ってある。それを剥がして1952年に一点先のボストンガーデン体育館に施行し直す。 チームは再び当時フリートセンターと呼ばれた、現在の本拠地に1995年に移る時、やはり同じ床を運び込んでいる。ボストンガーデン体育館は1998年に建て替えのため取り壊すが、床は新体育館へ移設するため剥がし、その一部は細かく切って1999年に土産として販売した。現在、TD ガーデンと称する、 体育館の床には一部、伝統の床を敷き、残りは、新しい素材で貼ってある。NBA で、寄せ木張りの床を使うチームは、複数あっても、レッドウォーク材を使った床は、セルティックスのホームコートだけでたわ、砂糖カエデ材である。材質こそ、砂糖カエデだが四角形の柄に組んだ寄せ木の床は、オーランドマジック、ミネソタティンバーウルブズ、デンバーナンゲッツ、 ブルックリンネッツでも採用している。そのうちマジックのみ、当初のままの四角形の柄の寄せぎ針を使い続けており、由来は1989年当時、オーランドアリーナ体育館に貼ったものである。2010年の移転に際して、それを剥がし、アムウェイセンターに試行し直した。ネッツの場合は1988年にメドーランズアリーナ体育館が初めで、 1997年の移転以降は使用をやめたものの2007年まで同体育館を引き継いだ男子バスケットボールのシートンホールパイレーツが使い続けた。ナゲッツはマクニコルズスポーツアリーナ体育館に本拠を置いた1990年から1993年までと期間が短くティンバーウルブズは本拠を ターゲットセンターに置いた1996年から2008年に渡り、寄席張りでプレーした。カナダでは、ドロントラプターズが1995年に、ヘリンボーオン張りのコートで、デビュー、旧将スカイドームからコップスコロシアムを経て、メイプルリーフガーデンズまで、3つの本拠地に移転を繰り返しながら1999年まで使い続ける。実はヘリンボーオン張りというと、 アメリカのネッツが2012年に新本拠地のバークレイズセンターへ移った時、再び採用した寄席の床はこの柄である。バークレイズセンターは多目的ホールであるため床面はイベントに合わせて変更する。コンサート前に240枚の寄席パネルを撤収してコンクリート床にシートを張ったり、アイスホッケーの試合の準備として寄席パネルをシートで覆い、 解体できる人工のアイスリンクを付設する。シャーロット・ホーネッツは2013から14年シーズン以降、ハリケーン・カトリーナの影響もあり解消して、ニューオーリンズ・ペリカンズとなり、2014-15年シーズンから、本拠地のスペクトラムセンター屋内競技場に、寄席張り風の床を取り入れた。ハリケーン・カトリーナ被災の経験から、木工の寄席張りの代替として、塗装の床を採用し、 濃淡のワニスで、余石のパターンを再現してある。高熱つまり、蜂というチーム名に合わせて、蜂の巣模様を採用、隣り合う台形を交互に濃い色と薄い色に塗り分けた。ありがとうございます。